なあなあ、やましょう。朝日6849さん、最近幸せだなと思ったことは、最近幸せだなと思ったことは、アベマの生配信の時にファンの方からもらった手紙を読んだんですよね。でそしたらなんかやっぱり普段こう大きい、なんだろうな、大人数の人たちの応援してるは知ってるんですけど、この人がどう思ってるっていうのはあんま知らなくて、それをなんか久しぶりにちゃんと文字でこう見れたことで、あ、本当にじゃあ自分のパフォーマンスを愛してくれてるんだって気づいた時に、すごい、あ、よかったって思いましたね。やっぱ自分は、まあ、ダンサーなんで、自分のダンスを見てかっこいいと思ってくれるのが一番嬉しい。ZZZ-NAMIN-ZZZ さん、眠そうな名前やな。苦手なものやことを教えてください。あと、それを克服しようとしたことありますか。苦手なものやこと、まあ、トマトが大嫌いで、克服しようとは何回か思って、なんかよくあるじゃないですか、大人になったら食べれるようになりましたみたいな、なんかそれを信じて食べてたんですけど、やっぱりなんかその嫌いなもん食べてお腹いっぱいになる意味が分かんないんでやっぱそれは克服はできなかったですね。まあ苦手なもんは自分のプロフィールになるからいいんじゃないですかって思う、多分あるんだったら苦手なものとかことが、全然もうそれが自分の個性として出るんで、みんな一緒だったらね、みんな一緒のものが好きで、みんな一緒のものが嫌いだったらこんなにレストランが多分ないと思う。そういう理由で僕はトマトを食べないようにしてます。95-1-0-0-6-3、ああ95-1-0-0-6ってことか。最近イラスト描いてますか。この間ちょうど2022年の1年を総括した絵をアートフィルムで描きました。でもあれもめっちゃ久しぶりに描いて、iPad で描いたんですけど、結構スラスラと描きましたね。やっぱ絵を描くことは好きなんで、どんどん溜まってたイマジネーション的なものがすぐパッと絵に出ました、ね、ぜひ見てください。結構あるな。ああ、いいですね。山々 RMPG さん、最近自転車に乗ってますか。岡山チャリ旅してください。めっちゃしたい、めっちゃしたい。ちょっとあったかくなったらしたい。今は寒すぎるなんかやっぱ牛窓とか行きたいですね。いいっす ね、ちょっと海際に行って風を感じながら、なんかこの絵でここにカメラつけていろいろとやりたいな。その時はやっぱゲスト欲しいっすね。まあ、チャリ乗ってくれるのは誰やろうな。翔平ぐらいかチャリだからあいつ毎日。RKST ランページクルーさん、ステッカー欲しいです。グッズ化の予定ありますか。デニムとかいろいろコラボなどね。やっぱりプレゼント系はやっぱりやっていきたいっすよね。そうですね。あとはまあ T シャツとか、ちょっとこうなんだろうな、リスナーさんグッズみたいなね、はい、はい、はちょっとやっていきたいんで、これも考えていきましょう。いきましょう。SHAX-XNA03、バラード縛りでダンスを踊ってほしいです。冬系でだって。まあ確かにな、パフォーマーやからちょっとそういうパフォーマンスっていうのもやりたいですし、まあ僕が結構こう相手の方の土俵に入ることが多いので、今度は自分の土俵でもなんかやれるような映像はやりたいですね。みほりん013、岡山の郷土料理の紹介と食レポ、これは徐々にやっていってるんで、TikTok とか YouTube とか見てもらえたらなと思います。マオウルフ KK さん、どんな人に岡山に来てもらいたいですか。誰でもどうぞ。やっぱ知ることが大事なんで、一回行ってみるのが大事です。
SER.31 サリーさん、ファンのみんなと岡山巡りするならどこに連れて行ってくれますか。まあこの間とちょっと違うところにしたいな。一応記事でも質問では答えたんですけど、俺も行ったことないところ行きたいですね。まだ行ったことないのはありそう。いっぱいあるんだけど、なんか上の方は、県北の方はあんま行ってないんで、県北の方とか行きたいな。ほのちゃんさん、岡山の地ビールや地酒でおすすめってありますか。あー、地ビール、地酒、まあ美観地区に行くと結構地ビールが売ってるんで、それはいいかもしれないですね。地酒も結構売ってるイメージがあるな。そうですね、うん、お酒は有名ですよね、特に。そうですね、まあでも作りたいですねラベルで作りましょう。 IOI-125 さん、お気に入りのデニムコーデ見たいです。お気に入りのデニムコーデ見たい。まあ俺が気に入ってるのはあのタックに撮ってもらった写真のやつかな、あれは。でもなんぼでもなんか形あるから、ちょっと日々というか記録更新していきたいですよね。普通になんか衣装を選ぶところからロケ始めてもいいかもしれない。お、花火、RIMIP さん、また来年も岡山裏地祭りに来てくれますか。あったら絶対行く結構やっぱり今年の裏地見て、ほんまに久しぶりに会えて開催しましたみたいなので、結構出場者の皆さんのなんかパワーとか気合がすごかったんで、やっぱそこにこうちゃんとして入りたいなと思いましたし、まあ僕もね、あの昔一回出たことあるんで、やっぱその時の思い出だったりがすごくあるんで、そこでこう皆さんにというか、その岡山の皆さんに、まあランページっていう僕を通して裏ジャをどんどん盛り上げていきたいなと思ってます。普通にシンプルになんか曲かっこいいからな、裏ジャ。ノリいいし。AM0920 さん、新見に来てくれたりしないですか。確かに行ってないわ。何があんだろう、新見の方って。なんかイメージ、川があるイメージある。ね、高橋川。ああ、じゃあ上流ですよね。ああ、行きたいですね。行きましょう。ラスト。SHMMMH さん、これ結構この質問多いですね。山翔さんに岡山にまつわるアート作品を制作してほしいですとか、展示してほしいとか、個展してほしいってあるんですけど、やっぱ考えれば考えるほど新しいアイディアがありすぎて、なんかすごいどんどんこう出てくるんですけど、なんかイメージ的にはやっぱりこうなんか飾ってるっていうよりかは、なんかもう全部を生中継してるっていうイメージで見せたいなって思うんで、もう総体制、総周辺みたいなのをいつかバコンってやるのがいいのかなって感じですね。まあちょっとずつの作品は多分そうやってね、あの連載見てくれれば多分あるんで、そこでは見れるんですけど、そういう個展とかになるとなんかやっぱり音楽とかもそうですし、ダンスもそうですし、美術もそうですし、全部にこう特化したイベントをやりたいで、はい、ってめっちゃ思うんで、それは何年か構想でちょっと考えておりますので、それを楽しみにしてもらえればなと思います、はい、それがアートフィルムの着地点でもあり、そこからまた新たに始まっていくスタートにもなるんで、皆さんにいいお知らせができることを、僕も待ってますし、皆さん待ってほしいなと思いますので、引き続き岡山アートフィルムディレクテッドバイ山翔、よろしくお願いします。お願いします。はい、質問ありがとうございました。ありがとうございました。いっぱいいただきました。ありがとうございます。あー、やば、嬉しい、かわいい。
感じでした。そうですね、何度目おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しい。めっちゃ可愛いやん。しかもこんな素敵なね、これは燃える予定だったんですね。今から燃やそうかな。あ、花火ね。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。で、これすごい。おこれは僕が一番なんかこの今年のアートフィルムでやっぱぶっ刺さってたこのイラスト、これめちゃくちゃ可愛くてさ、超嬉しいですね。でこれスタンドってことですよね。ありがとうございます。もうここまでしていただいて